テルトーテルトウ運河のトロリーボートトロリーボートは、運河、特にトンネル区間で用いられる電動のボートを示す造語である。このボートは、路面電車やトロリーバスと同様に1本、または2本の架空線から終電する。フランク W ・ホーリーによって開発された、トロリーボートのエリー運河での、実演フランク W ・ハーレーは既存の蒸気駆動の、運河ボートを、 トロリーボートに改造し、1893年にエリー運河でその利点と限界を実証した。このボートは、それぞれ1 9ットの2つの電気モーターで、プロペラを駆動した。1899年からブリュッセル、シャルルロア運河の延長2マイルの区間で、タグボートとして、プロペラ駆動のトロリーボートが運行された。1933年にマルヌライン運河の一部に、 別の施設が建設され、現在も使用されている。フランスのプリーアン・オーア・カントンにある、ブルゴーニュー運河の延長2マイルの運河トンネルに、延長3マイルの架空船が設置された。2012年に、オレゴン州ポートランドのダイバーシファイド・マディーンが、オレゴン州にある川幅220メートルの、ウィラメット側に、マリオン郡とポーク郡を結ぶブエナビスタフェリーを、新設した。 このフェリーは架空船より動力を得ている。シュトラウス税フェリーは2014年9月にハスマースハイムのフェリーボートが廃止されて以降、ドイツにある唯一のトロリーフェリーである。このフェリーの架空船は1本である。ありがとうございます。